こちら、サミさん、英単語の授業がやってまいりました。本日618番目の今日の表現は Perishable。 サミさん、意味はどうでしょう。腐りやすい、もしくは名詞であれば生鮮食品ということでよろしかったかと思います。さあ、問題はなぜこのペレシタボルが腐りやすいとか生鮮食品という意味につながるのか。それにとはスペルですね、つまり綴りにございます。さあ皆さん、ペリッシャブルの左側、そもそもペリッシュを死ぬという意味で押さえている方、まあ確かに生鮮食品は、すぐ死んじゃいます。まあ、つまり味が落ちるんですよね。そうです、腐りやすいですね。もちろんそういう風に考えていただいてもよろしいでしょうし、皆さん左側出だしの PERI、ここをヒントにちょっと皆さんご覧いただきたい表現ございます。これでございます。確かに綴りがペリシャブルと同じでございます。で、皆さん、ペリルと言われて意味は皆さんいけますか？もちろん危険という意味でしたね。ですから皆さん、腐りやすい商品、生鮮食品と言われたら収穫したその途端に危険な状態へ向かっていきますよね。ですから早く食べなきゃ、そのイメージでよろしいかと思います。ですから皆さん、ペリシャボー、腐りやすい生鮮食品、そしてペリル、危険、これで皆さん一石二鳥でございますので押さえていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさっていただきますと幸いです。